新しい年の始まりだな、団長。今年の抱負は何だい？ん？抱負を達成できるか教えてほしいって？ダメだ。結末を知って努力を放棄してしまうなら、余地は君にとって害悪にしかならないだろう。予期せぬ出来事に溢れた一年を楽しむといい。何？良いこともたくさんあるからね。明けましておめでとう、団長。その顔、抱負を決めたのかい？うん、いい顔をしているよ。そうだな。それじゃあお年玉代わりに一つだけ。抱負を達成できるか否かは君の心がけ次第。それじゃあ予言じゃないかい？未来というものはそれくらい揺らぎ定まらないものなんだ。だからこそ努力に意味がある。そう、大事なのは人の行いには意味があるということ。君に渡したい言葉は、予言よりもむしろこちらの方なんだ。覚えておいてほしい。今年も波乱万丈。いや、賑やかな一年になりそうだね、団長。予言ではないよ。私なりの予測、といったところかな。君の周りには、良くも悪くも人が集まる。影響を与え合うのはいいことだけれど、人に流されないよう気をつけるんだ。自分が何をしたいのか、しなくてはいけないのか、それを見失わないようにね。と、いけないいけない。年の初めから説教じみてしまった。すまないね。明けましておめでとう、団長。今年もよろしく頼むよ。今年も君は様々な場所へ足を伸ばし、多くの人と出会いを果たすようだ。いろいろな出来事があるだろう。トラブルも含めて君の糧となる。旅を存分に楽しむといい。予言かって？いや違う。あくまでこれは私の予感だよ。君の歩む今日はきっと輝ける明日へつながっている。そんな気がするのさ。せっかく君とお参りに来たのだから、私もおみくじを引いてみようかな。ん？おみくじを引くよりも自分で予知をした方が早いんじゃないか？それは違うよ、団長。予知で未来を知ることができると言っても、起こりうるすべてを同時に見ることはできない。例えば、大きな事件が起こるとして、それはたった一つの要因だけが引き起こすものではないんだ。だから、予知だけに頼るのは、あまり賢い方法とは言えないよ、団長。それに、おみくじというのは、具体的に何が起こるかということよりも、それに対する心構えを伝えるもの。慣れたとはいえ、時には辛い未来を知ることもある。おみくじのくれる言葉に頼りたくなる瞬間もあるのさ。そういう時は自分を頼ってほしい？ありがとう、団長。その時が来たらぜひ頼むよ。